皆さんこんばんは。サンデーレーシング一口話の G1、ポイント見解。本日は、日本ダービー東京優勝についてのポイントを私なりに考察した注目馬を紹介していきたいなと思います。先週の振り返りなんですけども、オークス、先週のこの動画でも申し上げたんですけども、キングカメハメハのナイフオーバーが連勝中ということで、ピックアップしたんですけども、まさにキングカメハメハのワンツーフィニッシュとなりました。見解の方はね、的中できたんじゃないかなと思うんですけども、肝心のね予想の方はというとですね、クールモアとね三島牧場の関係をね、重視してしまいまして、本命はアートハウスにしてしまいました。スタートがね15分遅れるっていうね、超めちゃくちゃなアクシデントがありまして、そのアートハウスもサークルオブライフもね、発汗が非常に多くて、サークルオブライフは出遅れてしまって、もうテンションがマックスだったっていう状態ですよね。でアートハウスの方も発汗が結構多くて体力を消耗してしまったっていうのがね、敗因の一つじゃないかなと思います。見解自体はね間違ってなかったんで、ぜひ今週もね、まずそのキングカメハメハのねナイフオーバー、そして、ダービーはね、ディープインパクトが今、連勝中ですよね。過去10年見ても7勝してるということで、ディープインパクト3区、そしてその他のね、3区の注目馬をね、簡潔にお知らせしたいなと思います。キングカメハメハの3区に関して言うと、今回はね、皐月賞を勝ったジオグリフ、そしてデシエルト、マテンローオリオン、ロードルゼル、ジャスティンロックと、この5頭がね、キングカメハメハのナイフオーバーという形になります。でまず人気上位になりそうなのが皐月賞馬のジオグリフですよね。皐月賞ではね本命しました。的中できたんですけども、今回はねやっぱりそのこの馬の場合やっぱり機動力勝負に強いタイプだと思うんですよね。である程度その前回で先行できたことを上で機動力を生かして、勝ったということだと思うんですよね。今回もね、上位に、来れるだけのポテンシャルはあると思うんですけども、やはりここへ来ての、その、ダービーを目標にしてたっていう馬に比べると、若干ね、木村厩舎のもう一頭も、イクノイックスに比べると、若干、前回以上っていう、トーンではないのかな、という気がします。それから、ロードルゼルですよね。青葉賞でね、的中できた功労者なんですけども、今回はね、レーン騎手に乗り換わるということで、非常に今回は、デシエルト、前回逃げれずに、1コーナーまでで足を使ってしまって、16着に大敗してますから、おそらく今回ね、この馬とピアスと西野が前に行く形になると思うので、3番手の競馬ができれば、切れ味では負けると思うんですけども、スタミナ勝負に持ち込むような流れになれば、上位優先というのもね、青葉賞勝ちのね、馬よりも、青葉賞2着っていうのはね、過去に来てますんで、今回もね、それほど人気ないと思うので、
ので、やはりちょっと注目していいと思います。それから、まあ、天皇オリオンに関して言うと、今回はマイルカップ2着からの中2周での競馬になります。まあ、マイルカップはね、はっきり言うと、有力馬、ノーザンファームの有力馬がね、早仕掛けしてしまって、直線最後失速したところをですね、最後方近くから追い込んできての2着ですから、まあ、これはちょっと、まあ、きついのかなっていう気はしますね。まあ、おそらく、まあ、寺田オーナーとしてもですね、今回2頭出し、2頭出せるというね、チャンスだと思いますし、おそらくオーナーさんサイドの意向でダービーを使うんじゃないかなと思います。まあ、金量面の有利さという部分で考えれば、まあ、当然、今調教師の方はおそらく安田記念というね、ことを考えてたと思うんですけど、やはりそこはね、旧社の大棚の寺田オーナーですから、まあ、使うという感じじゃないかなと思います。ジャスティン・ロックに関して言うと、今回は、まあ、抽選対象という形になってるんじゃないかなと、思いますが、まあ、こっちは違いましたね。ジャスティン・パレスが抽選ですね。ジャスティン・ロックの場合は、やはり正直言うと、弥生賞でのね、前有利の中、指してきた展開というのはね、プラスだと思います。前回の皐月賞に関して言うと、まあ、7着なんですけども、終始外外を回るような、後方からの競馬で、まあ、この馬なりには伸びてるんですけども、やはり展開的に不向きだったんじゃないかなと思います。まあ、今回はね、気楽な立場で乗れると思いますし、まあ、三木オーナー二頭出し、で注目するならば、まあ、こっちのジャスティン・ロックなのかなって気がしますね。はい。それからディープインパクト3区。アスク・ビクター・モア、キラー・ビリティ、コマンド・ライン、こちらは抽選ですね。ジャスティン・パレス、プラタリア、ロード・ルゼル。まあ、ロード・ルゼルに関してはね、金亀系と両方被ってますから、まあ、あえて説明はしませんけども、まあ、キラー・ビリティに関して言うとね、前回は正直、なんていうのかな、まあ、完全に失敗騎乗もあったし、まあ、完成度がね、この馬、高い馬だと思うんですよね。キャロットファームの400分の1のクラブ馬なんで、やっぱりシルクレーシングとか、キャロットの場合は、やっぱり出資の会員さんがサラリーマンとか普通の方もいらっしゃるので、早くからね、完成される馬っていうのが求められていますよね。特にここ、数年に関して言うと、もう6月のその安田記念の前日から新馬がデビューするっていうサイクルになってますから、やはり特に、その400分の1の、出資の会員さんに向けて、目先の賞金を稼げさせたいっていう部分があるので、やはりどうしてもシルクとかキャロットファームの馬に関して言うと、早いうちから完成された馬が多いんじゃないかなと思いますよね。で、今回東京コースも初めてになるし、まあ、どちらかというと早い足っていうのがそれほど切れるっていうイメージではないので、ホープフルステークスも、やはり、まあ、小回りみたいなコースが合ってるってことで、本命視して的中できたんで、まあ、勝ち切るところまではいかないんじゃないかなと僕は思いますね。で、ただ、まあ、3月のね、高松の宮記念からね、まあ、横山武史騎手が人気で、キャロットファームの馬にね、4頭乗りまして、すべて馬券圏外に
沈没してるんですけども、まあ、その中でそのレシステンシアにしても、先週のね、オークス、まあナミュールにしてもですね、3着に来てるんですよね。ですから、まあ3連携の3着ランには抑えておいてもいいのかなと思います。プラタニアに関すると、まあね、青葉賞勝ちなので、まあ皆さんご存知のリダービーは、青葉賞を勝った馬がね、まあほとんど来てないというところだと思うんですよね。で、やっぱりこの馬、その青葉賞の前は未勝利勝ちなんですよね。で、そういう馬が勝ってしまったっていうところが、今年の青葉賞自身もそれほどレベルがね、高くないんじゃないかなと思うので、まあそこそこね、穴人気になるとは思うんですけども、まあ高速時計に前回で2分24秒台で対応できたことは評価すべきだと思うんですけど、まあ結構前回もね、青葉賞、ノーザンファーム系のね、期待馬が暴走したっていう部分もあるので、まあ額面通りにその青葉賞一着っていうのを評価するのはどうなのかなと思います。それからまあ人気の一角になりそうなのが共同通信杯を買った、ハーツクライサンクダノンベルーガー。まあこれもね、皐月賞の時にも申し上げたと思うんですけども、まあ堀調教師の自身はダービー一本を考えていたんですけども、まあオーナーサイド、野田オーナーと川田騎手サイドから、まあ、使うべきだっていうようなね、いう理由で、結果的に一週間前に皐月賞に参戦が決まったという経緯ですよね。まあ、それゆえ、多少ね、目一の勝負という形ではなくて、まあ、馬場が悪い内をずっと通らされて、初めてのコーナー4つということもあって、まあ、おそらく川田騎手も勝ちに行く競馬っていうよりも、上位入選を取れればいいやっていうような競馬だったと思います。まあ、そういった意味で考えると、今回は、期待されると思うんですけど、ただ一つ不安点は、東京コースに変わるのはいいんですが、前回である程度前出ししてしまったことと、やはりその、余裕ありきの状態で、まあ4着に、僅差の4着に走ってしまったっていうね、ところが、どう出るかなと。で、まあ、ただ、オーナーさんサイド、ダノン・キングリーでもね、ダービー2着に来てますし、まあ、野田オーナーとすればね、ダービーにかける思いは強いと思いますから、まあ、本来のね、通信杯で見せたような、中段で足を貯める競馬がね、できれば、好勝負できていいタイプだと思います。そしてもう一頭、ハーツクライサンク、ドゥーデュースですね。まあ、皐月賞で本命にしまして、まあ、先行決着の中で、4コーナーではね、まあ、12、13番手ぐらいから追い込んできての3着っていうのは評価したいなと思います。で、まあね、競馬関係者、血統好きな方は、まあどちらかというとスピードタイプっていうね、イメージが朝日杯を勝ってるからあると思うんですけども、まあただそういう馬をね、まあおそらくね、松島、キーファーズの松島オーナーがね、やはりそれなりにその、分かってる方だと思うんですよね。それをあえて凱旋門賞にね、皐月賞前に登録するかなと。っていうのがあると思うんですよね。で、弥生賞は、はっきり言えば小回りのその2000メートルを経験させたいっていう部分で、まあ、ある意味、思想ですよね。で、本当におそらくなんですけど、松島オーナーとすれば、
凱旋門賞を登録したということを考えれば、皐月賞を勝ちを意識するよりも、凱旋門賞に出したいという部分で考えれば、やはりここダービーがね、最大目標なんじゃないかなと僕は思います。で、何よりそのね、友道厩舎、東京の2400とか非常に、走る馬を揃えている厩舎ですし、まあ、中間もね、2400m を乗り切るだけのね、スタミナをつけさすために、まあ、プール調教をね、かなり、行っています。まあ、これに関して言うと、ダービーをーの先、秋、凱旋門賞をね、見据えた形での、その体力勝負にも強い馬を作るような、感じではないかなと思います。ですからね、まあ、東京コースで勝っていますし、まあ、今回ね、そのデシエルト、ピアス・ド・ニッシド、あるいはアスク・ビクター・モアとかですね、まあ、こういったところがね、まあ、前に行く形になると思うので、そんなにね、スローペースにならないと思うんですよね。で、おそらく前回、逃げれずに16着に負けてしまったデシエルトの岩田騎手はね、おそらくもう何が何でも花っていうのはね、あると思うので、まあそうなると、やはり若干ペースはね、オークスよりも若干速くなるんじゃないかなって気はします。で、まあ一番人気になりそうなのが、ルメール騎手のイクノイックスだと思うんですけども、まあ異例のローテーションで皐月賞をぶっつけっていう形は、まあある意味そのダービーを見据えた形でのローテーションっていうのは、皐月賞の時にも申し上げたと思うんですけども、まあ前受けしてね、まあルメール騎手がね、その格好をつける上位に入線させるような競馬をしたっていうことで前受けして2着なんですけども、まあ、ただね、やはり今回その東京スポーツ杯で32秒台の末脚を使って勝ったっていうイメージがね、まあ皆さん非常に頭にこびりついてると思うんですけども、ただその東スポ杯考えるとね、ちょっとその2着以下のね、朝日とかね、3着のテンダンス、まあそういった馬がね、その後、まあ活躍できてないっていうのがね、正直なところだと思うんですよね。で、特にそのレース展開も途中からね、武豊騎手が乗った馬がね、折り合いを欠いてね、もう、抑えることをやめてしまって、4コーナーで一気に先頭に立つようなね、まあ、末脚勝負、足を貯める馬にとってはね、非常に展開がドンピシャだったことも考えられると、まあ、一概にその東スポ杯でのその32秒台の足っていうのをね、あまり過信しない方がいいのかなと思います。前回ね、同じようなその中段で足を貯めて、皐月賞で2着に来れたんであれば、馬主もね、前回はね、外枠だったってこともあって、スタートから前にルメール騎手が出してったんで、その分、結果的にはね、それが良かったのか悪かったのかがここで出るんじゃないかなと。で、ちなみにね、お父さんの北サンブラックもね、ダービーはね、まあ、14着に敗れてますし、で、特にその母父のキングヘイローのね、キレっていうのがこの馬、如実に出てるんじゃないかなと。で、もしそのキングヘイローの血があるって形になると、キングヘイローもね、上位人気に押されて、沈没した過去がありますから、やはりちょっとね、2400ではじゃあどんとこいっていうね、僕はタイプじゃないかなと思います。まあそういうわけでね、注目したいのはですね、やはりそのまずキングカメハメハの内包馬。まずね、ジオグリフ、それからロードリゼルですね、この2頭。
それからディープインパクト3区では、ジャスティンパルスとキラーアビリティ、そして、まあ、東京競馬で後位からね、長くバテない足が使えれば、まあ、アスクビクターモア、弘前オーナー二頭出しではこっちが上位かなと考えます。あとはね、ハーツクライ3区のデューデュースとダノンベルーガ、まあ、中でもね、まあ、キングカメハメハのマイホーバーでは、穴としては僕はロードリゼルをピックアップしたいと思いますし、まあ、ジムグリーグもね、当然上位に、来れて不思議ないタイプだと思います。で、まあ、あとはルーディースとダノンベルーガを上位に、馬券的に、まあ、ジャスティン・パレスとかね、抽選で出た時のジャスティン・ロック、それからキラーアビリティ、まあ、この辺をね、2着3着欄の抑え候補として考えておきたいなと思います。ダービーの特別配信の参加の方は概要欄の方から、ご確認の上、ご参加のお申し込みをお待ちしております。それでは、来週また安田記念編で、お会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。グッドラック。